チャトラブどうも、ツチノコです。サンデーコラボイベントもいよいよ終盤に近づいてきてまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は今現在は見てもらってもわかる通り、おはじきでの貝原愛の火力を少しでも上げるための流通ウォッチを作るべく、流通ウォッチパーツの集会にてしている今日この頃でございます。そして一応、この動画は前回の無課金サブアカ動画の続きとなっておりますので、まだそちらの動画を見れていない方は先にそちらを視聴することをお勧めします。なのでおはじきスタミナ待ち時間などを利用して、ついに流通ウォッチパーツをここまで集めることができました。メリケンチップは20枚すべて集めることができ、残るは流通チップ1枚のみです。サーゴはただひたすらに、モーシンデルマートのマップをリタマラして、お題ウルトラバトルを出現させていきましょう、と言ってる間に早速、一発目にて、お題ウルトラバトルが出現、幸先が良き気ですね。さあ、この調子で無事お題を全問正解し、一発目でラストの流通チップを落としていきたいところ。なので無事流通チップを落とすことができ、流通ウォッチパーツが全て出揃ってくれたというわけで、さあ、いよいよ流通ウォッチを作っていきましょう。無課金サブアカでは初となるウォッチ制作ですね。時計屋のこのおじさんも、はじめましてでございます。お、というわけで、無事女の子キャラの HP が 10% アップする、流通ウォッチをゲットすることができました。さあこれにて無課金サブアカ、元気ドリンクを限界まで集め、女の子ウォッチも作れたというわけで、このアカでのおはじき討伐の準備は万端でございますが、念には念を押しておこうというわけで、おはじき討伐の前にもう一つ、やっておきたいことがあります。それが無課金サブアカ、のサブアカの特攻入手です。一番上にある、中課金くんというものがいつも、私が使っている無課金サブアカのことなのですが、同じ端末に作っている無課金サブアカのサブアカである、美課金くんと正金くん、このアカウントたちでも多少何かは、Y ポイント打者を回すことができるのですが、仮にこの無課金サブアカのサブアカたちでも、強敵おはじきに対する特攻キャラをゲットすることができれば、これは無課金サブアカにとって、かなりの助けになってくれるであろうというわけで、ワンちゃんの神引きを狙って、こちらのアカウントたちでも、打者を回していきましょう。まずは美課金くんから、ちなみにこの時に開催されていたガシャは灰原山頂アップガシャなため、トリプルデータの灰原愛を無課金サブアカのサブアカたちでも出していきたいところ。いやいや、これは一体どういう引きなのですか。なんとなんと、無課金サブアカで灰原愛の超絶神引きをかました直後に、サブアカの美課金くんでも10連目にてトリプルデータの灰原さん神引きでございます。ビギナーズラックというものなのでしょうか。この端末での最近のガシャの引きがとにかくエグすぎます。ここまで連続でとんでもない神引きをかますと、後々のガシャが不安になってくるところではありますが、まあいいでしょう。無課金サブアカのサブアカである美課金くんでも灰原ゲットです。ちなみにもう一つの無課金サブアカのサブアカである正金くんでもガシャを回したところ、20連目にて通常をはじき特攻であるトリプル S の覚醒モルジアナが出てきてくれました。この子はほの子で、通常おはじきを討伐する際に大活躍してくれそうなので、このアカウントも強敵おはじきをやる際に大いに活躍してくれそうなキャラですね。というわけでいよいよ全ての準備が整ったということで、やっていきましょう。おはじき討伐の旅へ。この動画の撮影日は4月9日の23時、灰原愛のおはじき特攻度アップ期間の終了1時間前というわけで、その期間を逃してしまう前にさっさとおはじきレベル10を片付けてしまいましょう。ただいま現在ではおはじきはレベル9まで完了しており、残っている元気ドリンクの数は13個でございます。それなりに余裕はありますが、ここで油断してはいけません。人生何が起こるかわからないので、そして一発目から無事灰原ミッションが来てくれて、灰原ダメージが8万超え、さすがは特攻度アップナウの灰原さんですね。この時のために無課金サブアカの灰原さんはレベル810に技レベルがマックス、C 技は3にスキルがマックスと、この赤が育てられる限界値レベル2まで灰原さんを育てているため、無課金サブ赤といえどもかなりのダメージを出すことができます。また同じ種族のプリティーと部活トリプルデータであるシンジバニャンとシンコマさんもそれなりのダメージを出してくれるため、とにかくこのパーティーは最強ですね。1発目97000、2発目114000、3発目95000、4発目97000、5発目99000、6発目84000、7発目98000。そしてここで美課金くんへと移動。美課金1発目、31000、美課金2発目、41000、美課金3発目、43000、美課金4発目、42000、そして無課金サブアカへと戻り、最後のとどめを打ち込み、無事おはじきレベル10を討伐でございます。美課金くんのおかげもあってか、そこまで無課金サブアカでドリンクを使わなくても余裕を持って討伐することができたので、そこはとても良かったですね。そして皆さんもお気づきの方が多いであろう。これが無課金サブアカ史上初のおはじきフル討伐でございます。このアカウントを始めてから早5ヶ月、もうフレンドへの小引きなども使わずに、一人で
猫はじきをフル討伐することができるところまで育つことができました。とんでもない成長スピードですね。ちなみに余談ですが、私が4年前の2019年4月に始めたホナカモ、初めてのおはじきフル討伐が2019年8月のモンストコラボイベントの時で、アカウントを始めてから早5ヶ月のフルスピードでの討伐だったため、無課金サブアカとホナカの成長スピードが同じと考えると少し面白いですね。というわけで、無事ザブルゼータの奈落さん、略してなさんをゲットでございます。さあ、それではあとはこの子を使って、いよいよ今回のボスステージであるチンステージを討伐しに行ってきましょう。ですが、その前に一旦一休憩というわけで、おはじきを討伐した際に報酬としてもらえた少年サンデーコインジーを3枚引いていきましょう。ちなみに、イベント初日にログインボーナスとしてもらえた少年サンデーコインジー1枚の中からはステータスアップキャラであるプニクローニが出てきてくれたため、やはり今回もまだ持っていないステータスアップキャラなどが出てきてくれれば嬉しいところではあります。おー、1枚目からは Z ランクのヤシャエンマが降臨。この子はスキルが少し特徴的で面白いものの、強いかと聞かれれば少し微妙な気がしてしまいます。そして続いて2枚目からは誰が出る？ああ、なんとここで被ってる。確かに Z ランクのリンネはステータスアップキャラではありますが、残念ながら過去のゴルフイベントの報酬にてすでにゲット済みなのです。少し残念ですね。そしてさあ、果たして最後の1枚からは誰が出る？おー、まだ持っていない未所持キャラである Z ランクの佐藤美和子さんが降臨。この方は一見あまり使えないただの Z ランクに見えなくもないですが、今から戦う人ステージはサンデーキャラ以外は能力ダウンしてしまい、他のキャラを入れると HP が下がってしまいますが、この佐藤美和子さんはそんな能力ダウンを弾いてくれるため、人ステージでの HP 枠として今からの活躍が十分期待できるキャラですね。しかもこの方は貝原さんと同じプリティゾグというわけで、今の自分にとってはこれが一番の神引きでございます。それではいよいよ行きましょう、人ゲットへの旅へ。それではいよいよやっていきましょう、人討伐。もちろん先ほど出した佐藤さんも鎮座させていますわよ。今回無事おはじきをレベル10まで討伐することはできましたが、人の周りにいるトリマツステージは誰一つ倒せていないため、ただいまの人の封印は6個中3個できている状態でございます。おはじき討伐により人の HP はもともと800万ほどあったものが200万にまで下がってくれて、反撃ダメージも軽減することができましたが、通常ダメージを軽減させるにはトリマツステージを全て倒す必要があり、まだ封印前のゴリゴリに通常ダメージを食らう状態なので、このような感じですぐに HP が減って死んでしまいます。なのでできるだけ通常ダメージをゴリゴリ食らう前に即フィーバーに入りたいというわけで、そんな時に活躍するのが灰原さんのスキル1である自信をつなげると火化けが溜まりやすくなるスキルです。このスキルにより灰原さんを一気にググッとつなげると即フィーバーに入れるため、ジンからの通常ダメージをできるだけ抑えることができます。反撃ダメージは言うてそんなに痛くないため、ナさんのデカプニを4つ作る技を活用しながらフィーバー内にて灰原さんを連発していきましょう。こう考えると灰原さんが持っている2つのスキルがどちらとも今回の人選にてフル活用されており、いかに灰原さんが強敵戦にてぶっ壊れなのかを早速知らしめていますね。まだこのキャラを持っていない方は明日から始まるスタンプガチャにて何としてでも狙うことをお勧めします。おお、そして無事チンステージを討伐でございます。まさか勝てると思っていなくて肝心の鉱物をあげるのを忘れていましたが、取り巻きステージを倒していなくても灰原さんとナさんがいればこのステージを討伐できることが分かりました。さあ、それが分かればあとは簡単、ひたすらこのステージを周回してチンさんを仲間にするだけでございます。それではあとは早送り。なんとなんと、この人ステージを2周目、というか、鉱物を上げてからは1周目で、無事トリプルゼータの人さんを仲間にすることができました。なんと前回に引き続き今回もイベント全攻略でございます。そしてなんとなんと、ガシャ特攻キャラはトリプルゼータの灰原さんのみというわけで、今回イベント攻略のために使ったワイボは上位の500ポイントのみ、これはもうさすがにすごいとしか言いようがありませんね。人さんゲットです。この方はトリプルゼータでは2体目となる超バフ&デカプニ生成技で勝つ。スキルに速射スキル自信でかくにフリスキルも持っているので、この方をスコアタで使うには少し不向きかもしれませんが、この方を周回で使うぞとなった時にはおそらくめちゃくちゃ使えるゴリゴリのぶっ壊れキャラなため、今回ジンさんをゲットできて本当に良かったです。そしてなおかつこの方は今回のおはじきバトルにてワイポイント特攻を持っているため、暇な時にでも元気を充実ちまちま使ってワイポを稼いでいきたいと思います。そしてなんとジンワイポ特攻がいる状態での元気充で稼げるワイポ量はなんと最高で約160ポイント。もはやここまで来ると本赤並みに稼げてしまっていますね。ただガシャからトリプルゼータを引けたというだけでこのようなことになってしまうとは、やはりガシャにも夢がありますね。それではさよならピンピンピストルーバ、キューン。